そう、引っ越し直前にですね、ちょっと嬉しいことがあって、昨日もね、とある場所でみんなもね、冷圧をより感じたんじゃないかなと思ったんだけど、まあ、ご本人もね、動画上げたりとかしてるので、日々ね、冷圧は感じてると思うんだけど、なんとですね、かなた先輩、今大変なね、状態なんだけど、配信をね、お休みしておって、にもかかわらずですよ、急にね、かなた先輩から連絡が来てて、エールをね、もらってしまって、一番今大変なのはさ、カナダ先輩だろうにさん。なんかあの前に、カナリアコラボをした時に、終わった後、すごいたくさんカナダ先輩と話したっていう話してたじゃん。なんかその時に、結構いろんなアドバイスとかね、してもらったんだけど、なんか見てて、コヨが、カナタ先輩のアドバイスをこうなんかやろうってしてるのが伝わってきて、めちゃめちゃ嬉しかったよみたいな感じでお話ししてくれて、それでなんかこうね、エールだったりとか、これが伝えたいみたいなのをね、伝えてくれて、レコヨもそうなんですって感じで考えたこととかね、お話とかして、めっちゃ嬉しかったという話こっちから言うのはちょっとなんかいいのかなみたいな気持ちになるけど、仲間である先輩とか、まあ、あの同期とかがね、ここがいいよねみたいな、こよりのここがいいとこだよねみたいなさ、感じで言ってくれたりとか、すごいそのなんか活動をさ、見てくれてるっていう感じのこととかさ、伝えてくれると、本当なんか嬉しいよね。めっちゃあったかいなーって思って、カナダ先輩好きーってなったのとともに、ホロックスにいて、ホロライブに来ることができて、よかったなーって、あったかいなーって、ゴリラあったけーじゃないんだよ。そこは天使やろ。そうそうそう。天使やろ。天使だーってなった。というお話でございました。引っ越しも頑張れーって言ってくれてね。頑張んなきゃってなったよね。ね。そんなちょっとね、あったけー話をさせてもらって。それではそろそろコーナーに移動していこうと思います。